お久しぶりです。滝さんです。私なんと今月に会社を辞めました。ただ遊んではいられないので新しい事業をスタートしました。それはフランチャイズで無人販売。無人販売って皆さん知ってるかちょっとどうなのかな。まあ、コンビニみたいな感じで、無人、誰もいないで、セルフレジ、自分たちでお金の会計をする。で、24時間やっているお店、24時間無人販売のお店を始めました。始めたっていうのか、始める前に終わっちゃったんですよ。これがまたいろいろな経緯がありまして、まあそれをちょっと動画にして皆さんにもちょっと共有できたらなと思い、こういった経緯になっています。これから会社を辞めようとしている方や副業に興味のある方、このフランチャイズ、無人販売のフランチャイズには気をつけてください。まあ、ちゃんとこれからの時代というものをしっかりと見定めながら、そういったことを考えていかないと絶対に潰れます。まあ、潰れなくても本当にお小遣いぐらいしか稼げない、そういったことなので、皆さんちょっと注意して、こういった事業に取り組んでもらいたいなと思います。この無人販売をやろうかって思ったのは、スイーツ、まあ、皆さんの地域にも続々とこれからできていくと思いますが、24スイーツショップというお店と、いつでもスイーツっていうお店、ほぼ同じなんです。これどっちかがパクったのかはちょっとわからないんですけど、ほぼ同じスイーツ専門の24時間、スイーツショップ、無人販売ですね。これが日本中でたくさんできています。まあ、去年だって1年で75店舗できたっていうのかな。だからいつでもスイーツと両方合わせればもう100何十店舗、下手すれば200店舗ぐらいになるのか。もうそのぐらいの勢いでオープンしていて、この田舎の長野でもいよいよオープンするということになりました。で、私もこの達人の一品っていうところを選んだんですが、まあなぜこちらにしたかっていうと、24は、エリア先に決まっている人がいてできないっていうことでお断りされて、いつでもスイーツも上田にできた人が長野でもやりたいっていう話を聞いていて、まあ私先に諦めちゃったんだけど、本部に聞いたら、早い者勝ちみたいな感じだから、できますよって言われたんだけど、私、諦めてしまいました。で、この達人の一品を選んだのは、まあそのスイーツはもちろんのこと、令和の虎っていう番組の商品も、たくさん置くということで、あ、それは面白いな。あとコストコね、コストコの商品も置くっていうこと、あと自分で契約したお店の商品も置ける。もう本当に自由。看板も自由。仕入れも自由って、まあ、なんか契約する意味あんのかなってちょっと初め思っちゃったんですけど、まあ、初めはある程度の商品あるんで、こちらと契約すればお得感あるのかなと思ってスタートしました。ただスタートしたらまたいろんなことがあったんですよ。そもそもこの達人の一品っていうのは、お家でお肉っていうお肉専門の無人販売所が、何年か前にコロナ禍でもう大ブームを起こしてすごい店舗増えたんだけど、コロナが明けてもう皆さんほぼ赤字かな、大部分赤字になりました。で、令和の虎に出ている井口社長っていう方が、その半分ぐらい、50店舗ぐらいかなを引き取って、まあ再生させるっていうことで、達人の一品という名前に変更して、お肉だけじゃなくてラーメンからスイーツから何でも置く、シャンプーも置くねっていう感じでスタートさせて、まあそれが1年ぐらいで、
全支店黒字になったっていうことでゼロ字募集を始めたということです。だから私は本当に一番初めの店舗になるっていう感じだったのかな。まあそういった経緯があります。で、もうワクワクしながらスタートし始めたのはいいんですけど、もうトラブル。トラブルのオンパレードです。まあこの辺はちょっとまた次回に貯めて、お話ししたいと思います。